というテーマ でサブタイトルが高く深く長くというふうになっています。高くはみんなの笑い声が高らかに響くように、で深くは達成感や思い出がみんなの心の奥深くに響くように、そして長くはそれが忘れずに心の中にずっと長く響かせていけるようにという意味を込められています。手形だと大きくなるので、この学校にいらっしゃったご来賓の方とか入ってみえた時に最初にガツンとくるような作品を作りたかったっていうのも一つの理由です。今回は有志の作品や部活動ごとの展示があるので、それを見たり、またクラスでは1年生はタペストリーだったんですけど、そういうみんなの頑張りがとても見れる場所なので、すごいいいと思います。皆さんは不思議の国を冒険した少女を覚えていますか？その少女は今15歳となり、ある問題を抱えておりました。アリス、僕と結婚しろ。ダメよ、お姉様はきっと許してくれないわ。なら二人で駆け落ちしたらいいじゃないか。そんなことしてバレたらどうするのよ。あーやばいやばい、冗談に殺される。あれってあの時のウサギ、もしかしてまたあの世界に行けるのかしら。とアリスがもう一度不思議の国に戻って自分の人生について考え直すという内容です。人に流されずに自分のことは自分でしっかり決めてやろうっていうテーマです。裁判官の私が言うことではありませんが、自分のことは自分で考えることが大切だ。自分の人生は自分の手で切り開くんだ。やっぱり最近は友達がこう言ったからとか、そういう風でやっぱり自分の意見なかなか出せない子が多いので、それを踏まえてこの内容にしました。とお客さんにしっかり伝わるように、大きな声ではっきりと感情を込めて喋るところを特に気をつけて練習しました。やっぱり私たちの結婚、お姉様たちに認めてもらいましょうよ。自分から動かなきゃ何も始まらないわ。ここは驚きの国に一人の姫様がいました。キュートでプリティでセクシーな私なのに、まだ出番が来ないのはなぜ？白雪だって真珠だって幸福だけその気づかれているのに、ねえ？え？あ私たちは今最高学年で3年なので、次のステージへ羽ばたいていくまでの道のりをみんなで表現しようとステージを作りました。みんなで私たちの思い描く未来とは何なのかということをまず話し合って、そこからなんか台みたいのを見つけ出してみんなで合わせていきました。まだ未熟な私たちなんですけど、そのやっとスタートラインに立ったっていうところを見てもらいたくて、堂々としていられるように頑張りました。さあ、私の物語を探しに。何よ。はい、次へと。はい、もしワン出発よ。でも僕一生懸命勉強したんだ。こんな点数で頑張ったなんて言わないでちょうだい。お母さんはね、あんたのために言ってるの。母さんのために生きるんだ。お母さんのために生きるなんておかしいじゃないか。僕の人生なんだ。テーマは生きることの大切さです。去年から劇をやってきて、せっかく劇をやるからには、まあ、何か伝えたいことがないとやる意味もなくなってしまうので、そう考えた時に生きることの大切さを伝えたらどうかっていうのがクラスで出て、そうなりました。どこが僕のどこがいいっていうの。幸せ者の優太にそんなこと言われたくないね。さあ、バーゲンバーゲンに参りなさいよ。劇の
内容としては生きることの大切さなんですけど、私たちのその協力するっていうこと、協力すると力を合わせるとこんなこともできるんだってことですかね。お前にはお前だけの宝がある。僕だけの宝、まあ、今日のデッキは今までの中で一番良かったです。ダメ、うちのビッチ持ってったらダメ。